ウージニー・ブシャールは、カナダ・ケベック州、ウエスト・マウント出身の女子プロテニス選手。2014年のウィンブルドン女子シングルスの準優勝者である。これまでに WTA ツアーで、シングルス一勝、ダブルス一勝を挙げている。身長178センチメートル、体重61キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、 シングルス5位、ダブルス103位、5歳からテニスを始める。2012年ウィンブルドン選手権、ジュニアシングルスとダブルスで優勝した。2013年から本格的にプロ大会に出場を始めるようになり、4月のファミリーサークルカップでは予選から勝ち上がりベスト8に進出した。全仏オープンで4大大会に初出場し、1回戦で、 ツベトナピロンコバを6から1、7から6で破り、初戦を突破し2回戦で、第2シードのマリア・シャラポワに2から6、4から6で破れた。ウィンブルドンでは2回戦で、第12シードのアナイバノビッチを6から3、6から3で破る主君を挙げ3回戦に進出した。8月のシティオープンではダブルスで、初めて決勝決勝に進出し準優勝した。全米オープンでは2回戦で、 アンゲリク・ケルバーに4から6、6から2、3から6で敗れた。9月のトーレ・パン・パシフィック・オープンは3回戦で、エレナ・ヤンコビッチを7から5、6から2で破り大会初出場でベスト8に進出した。10月の HPO オープンでは、ツアー初のシングルス決勝に進出した。決勝で、サマンサス・トーサーに6から3、5から7、2から6で敗れ、準優勝となった。 ブシャールは2013年の WTA アワードの年間最優秀新人賞を受賞した。2014年前後オープンでは第30シードとなり4大大会で初めてシード選手となった。4回戦で KC デラクワを6から7、6から2、6から0で破りベスト8に進出した。準々決勝ではアナイバノビッチを5から7、7から5、6から2で破り、 ベスト4に進出した。カナダ女子選手が4大大会のベスト4に進出したのは1984年全米オープンでベスト4に進出したカーリン・バセット以来30年ぶりの快挙であった。準決勝では優勝したリダに2から6、4から6で敗れた。5月のニュルンベルクカップで2度目のツアーシングルスの決勝に進出した。決勝でカロリナ・プリスコバを6に、46、 63で破り、ツアー初優勝を果たした。全仏オープンでは前後に続き、ベスト4に進出した。準決勝では優勝したマリア・シャラポワに6から4、5から7、2から6で破れた。ウィンブルドンでは準決勝で、シモナ・ハレプを7から6、6から2で破り、カナダ女子選手として、初めて決勝に進出した。決勝では、ペトラ・クビトバに36。 第6で完敗し準優勝者となった。大会後のランキングでは7位となり、トップ10入りを果たしている。その後も勢いは衰えず、10月20日のランキングでは、自己最高の5位を記録し、2014年、WTA アワードの最も上達した、選手賞を受賞した。2015年は一転して、極度の不振に陥り、全仏オープンとウィンブルドンで続けて1回戦敗退を、 キする全米オープンでは4回戦まで勝ち進むも、ニック・キリオスとペアを組んで出場した混合ダブルス1回戦、終了後に、ロッカールームで足を滑らせて転倒し頭部を強打、外傷だけでなく脳震盪を発症し、シングルス4回戦とダブルス2回戦、混合ダブルス2回戦は、危険に追い込まれる。その後も、脳震盪の後遺症に悩まされ、 チャイナオープンで復帰するも1回戦で途中棄権し、再び離脱。そのままシーズン終了を余儀なくされたため、責任をめぐり全米テニス協会を訴えた。ランキングも49位まで急降下し、散々な1年となってしまった。2016年1月の新戦オープンで本格的に復帰し、ホバート国際では WTA ツアーで1年4ヶ月ぶりとなる決勝進出。 決勝では、アリーゼ・コルネに1から6、2から6で敗れ、準優勝となった。2016年8月のリオゴリンで、初めてのオリンピックに出場した。シングルス、ダブルスとも2回戦で敗退した。2017年全豪オープンは3回戦で敗れた。その後は、初戦敗退が続き、4年ぶりに ITF 女子サーキットにも出場した。 5月のムチュア・マドリード・オープンでベスト8、ダブルスでは2大会で準優勝している。2018年1月のホバート国際で初戦敗退に終わり、5年ぶりにトップ100圏外に落ちてしまった。その後も結果を残せずに、6月上旬には194位まで下降。それでも、WTA スイスオープンと BGL ルクセンブルクオープンでのベスト4や、2015年以来と、 なる、全米オープンでの白星などにより、最終的には87位まで戻した。2019年は、年始の ASB クラシックで、シングルスはベスト8、ダブルスでは、ソフィア・ケニントんで、初優勝を果たす、最先の良いスタートを切った。オラクル・チャレンジャーシリーズ、ニューポート・ビーチでもベスト8。しかし、2月のドバイテニス選手権2回戦で敗れると、そこから13連敗して、 シーズンを終えた。最終順位では224位まで急落。2015年全米オープンでは4回戦まで勝ち進むも、ニック・キリオスとペアを組んで出場した混合ダブルス1回戦、終了後にロッカールームで足を滑らせて転倒し頭部を強打、外傷だけでなく脳震盪を発症し、シングルス4回戦とダブルス2回戦、混合ダブルス2回戦は危険に追い込まれる。 その後も脳震盪の後遺症に悩まされたことでシーズン終了を余儀なくされたため責任をめぐり全米テニス協会を訴えた賠償請求額は公開されなかったが最終的に全米テニス協会側に75%ブシャール側に25%の過失があるという結論で和解した二千十四年ウィンブルドン選手権で準優勝したことで人気に火がつき ナイキやバボラ、コカ・コーラなど様々な企業とスポンサー契約を結んだ。スポーツプロによる世界で最も市場価値の高いアスリートベスト502015リストでは1位にランキングされた。しかし2017年以降不調に陥ると次々と契約解除されていった。学生時代は数学と理科を得意としており医者になることも考えていた。英語と フランス語が堪能。また、ADHD を患っている。2017年、NFL の王者を決めるスーパーボール当日、自身とデートする権利をかけて、SNS 上で、一般男性とどちらのチームが勝つか勝負をした結果、これに敗れて、約束を果たさなければならなくなった。実際にデートを勝ち取ったミズーリー大学の学生と、NBA の試合を観戦し、約束を果たした。 翌年のスーパーボウルに二人は NFL から招待された。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2015年全米4回戦の不戦敗は通算成績に含まない。ありがとうございます。